押上駅。押上駅は、東京都墨田区押上1一丁目にある、京成電鉄、東京都交通局、都営地下鉄、東京地下鉄、東京メトロ、東武鉄道の駅である。東京スカイツリータウン開業に合わせて、2012年、平成24年5月22日から、全社局共通の副駅名として、スカイツリー前が導入された。当駅は、 京成電鉄と東京都交通局、東京メトロと東武鉄道の共同使用駅である。2012年3月17日に東武鉄道が駅番号を導入したことで、当駅を通る4事業者の路線はすべて駅番号が復帰されることになった。それぞれの駅番号は、京成電鉄が KS45、浅草線が A20、半蔵門線が Z14、東武鉄道が ts03 である。京成押上線と都営地下鉄浅草線が乗り入れている。押上線の起点かつ浅草線の終点で両方向折り返し可能な構造であるが、両路線の大半の列車が当駅を介して相互直通運転を行っている。東武伊勢崎線と東京メトロ、半蔵門線が乗り入れている。半蔵門線の終点かつ 伊勢崎線の起点の一つであるが、半蔵門線側の一部の列車を除いて、当駅を介して、相互直通運転を行っている。また、伊勢崎線のうち、浅草駅東武動物公園駅間及び、押上駅引船駅間は、東武スカイツリーラインという愛称が付けられており、旅客案内でも、東武スカイツリーラインの呼び名が、優先的に割れている。伊勢崎線の当駅から、 引船駅までは、支線のような形になっているが、正式には、引船駅から東京スカイツリー駅、運賃計算上等駅とは、同一駅扱いまでの区間の線像という、扱いとなっている。京成電気軌道の葬式には、繁華街浅草に近い東京側のターミナル駅としての位置づけだった。当初は、東京市電、後の都電との接続駅で当駅からの乗り入れも、 想定していたため、京成電気の当初の期間は 1372mm で、敷設された。あとには、押上げより浅草への路線建設を出願し、さらに、上野、秋葉原まで高架線を建設する構想も建てられたが、東武鉄道との競り願いとなったことに、会社上層部が、焦り、京成電車疑国事件、京成疑国を引き起こしてしまい、浅草乗り入れ計画はとんざ。 町や経営での上の乗り入れ後は、長らく中途半端な都会の猛町線となっていた。1960年、昭和35年に都営地下鉄との相互直通運転開始により、直接、浅草、都心方面への乗り入れの接続駅となる。その後も、地上駅舎は使用されたが、後に完全地下化され、地上駅跡地にはそれまで上野にあった。 京成電鉄本社が移転した。その後、2013年に、千葉県市川市の京成淡田駅前に移転した。至近に位置する東部伊勢崎線の成平橋駅、現、東京スカイツリー駅と、長らく連絡運輸していたが、2003年、平成15年に、東部伊勢崎線と、営団地下鉄、現、東京メトロ、半蔵門線の総合通運転開始に伴い、 両線の駅が開業。四線が乗り入れする駅となった。島式ホーム2面4線を有する地下駅、パスもスイカでの履歴印字表記は押し上げとなっている。案内標識などは形成に準じており、かつては行き先としての京急栗浜駅も栗浜と案内されていた。駅名標は以前ホーム側が形成式、壁側にはかつて都営浅草線で使用していた。 形式のものをそれぞれ設置していたが、スカイツリー前の副駅名導入に合わせ2012年3月下旬に壁側のものも形式のものに取り替えられ、ホーム側のものと異なり、都営線側はラインがピンク色になっている。さらに同年5月中旬にはホーム側の駅名表がなくなった。発車表は京成電鉄のものを使用している。なお、当駅を発着する列車種別には、 京成線、京急線双方に、海徳、海速特急があるが、京成線青と成田空港方面は、京成の故障に従い、海速特急と打ちされているのに対し、京急線横浜、羽田空港方面は、京急の故障に従い、海徳と案内されている。開業当初は、ホームの両端のもとに改札口があったが、2003年、 平成15年3月19日に東京メトロ、東部の駅が開業してからは、京成引船寄りの改札口を、両線の駅に通じる連絡通路に移設すると、とも、従来の改札口が閉鎖されて、通路も乗り換え専用になった。都営浅草線から続く地下トンネル出口付近に位置しており、乗務員交代が行われる。ただし一部列車を除いて、 停車時間は長くなく、他の都営浅草線の駅と同程度となっている。NTTBP の公衆無線欄設備が設置されており、ドコモ Wi-Fi が利用できる。またユックコミュニケーションズの公衆無線欄設備が設置されており、マイニーの公衆無線欄サービスが利用できる。かつては1番線のホーム中央付近から、形成引き船型に補線用の側線が分岐していて、 砂流受け取り用のホッパーが存在した。現在、側線の分岐跡は壁で塞がれ、分岐跡の壁の形状が異なっているのは、ため、ホッパーの跡は、駅冷房用の換気ダクトに転用されている。押し上げ管区として、京成引船駅、八広駅を管理下に置いている。通常は、1番線、西馬込羽田空港方面4番線、青隣田空港方面から発着している。 形成押上線普通列車あるいは、都営浅草線内各駅停車の列車が、エアポート開徳、快特アクセス特急、特急、通勤特急、快速列車と、環急接続する場合は、普通列車が1.4番線を使用し、快速などが2.3番線に停車して先発する。当駅折り返し列車の場合、青ト方面に折り返す場合は、すべて3番線。 千学寺方面に折り返す場合は2番線と3番線の両方から発着している。平日はデータイムを除く朝、この中に当駅始発のアクセス特急な離拓工業が1本設定されている。夕方、夜間に、土休日は早朝と夜間に2本ずつ当駅、発着列車が設定されている。島式ホーム2面4線を有する地下駅、形成。 都営の駅より南側に位置している。東京メトロの管理駅である。案内標識などは、東京メトロの標準様式のものを設置しているが、ホーム中央に東京メトロと東部の財産協会標識が設置されており、両者の接班所有となっている。東部の駅としては、東京スカイツリー駅、休業平橋駅と同一駅扱いとなっている。一方、 両駅は改札内ではつながっておらず、成平橋駅と当駅、当時は京成、都営のみの改札外連絡通路も203年3月18日、限りで閉鎖されている。東京メトロ、半蔵門線、渋谷方面は、終日にわたって、当駅で折り返す列車があるほか、東京急行電鉄、東急所有車両の内東部非対応車両の終点となっている。 2.3番線は主に折り返し用に使われ、昼間は主に3番線で折り返している。直通列車の発着は1.4番線に限られる。1番線と4番線では折り返しができないため、東駅始発の東部線、区域、南栗橋方面列車は設定されていない。一方、東部線から東駅止まりの列車は平日の最終列車がある。開業当初は、東駅から、 東武線方面に折り返すことができなかった。ダイヤ乱れ等で、東武線と東京メトロ、半蔵門線との直通運転が中止となった場合、直通予定の列車は、東武側では、北千住駅での折りし、運転となるため、他の系統が走らない、東駅引船駅間が普通となる状態となっていた。2013年度になって、引船駅構内に、新規の分岐器を設置する形で、 東武線の折り返し運転の設備が整備されるとになった。整備は2013年10月末に完了し、区域方面からの折り返しが可能になったものの、実際に使用されたことはない。一パスもスイカでの履歴印字表記は、字押し上げ、東武押し上げとなっている。また、東武の駅としては、唯一の地下駅でもある。2.3番線は、亀有、松戸方面へ、 延伸可能な構造になっている詳細は東京直結鉄道を参照が事業主体を含め具体的な整備計画は決まっていない。なお、東京メトロ線の車内自動放送でスカイツリー前と呼称されるようになったのは2014年6月の東急電園都市線下り準急運行会指示の更新からである。改札外コンコースには半蔵門線が 水天宮前から当駅まで開業する直前に開催されたトンネルウォークに参加した子供たちの手形が飾られている。2017年度の4社局を合算した1日平均乗降人員は約70万人であり、墨田区の駅では最多である。ただし、4社局とも直通連絡人員が含まれている値であるため、改札を通る実際の乗降人員はこれよりも少ない。 2002年度に半蔵門線と東武線が当駅に延伸されてから上降人員は増加傾向にある2012年度に東京スカイツリーが開業するとさらに増加しその後も駅周辺の開発等により上降人員は増加傾向がいている各年度の1日平均上降人員数は下表の通りである各年度の1日平均乗車人員数は 下表の通りである。東武鉄道のデータは、東京スカイツリー駅、休業平橋駅のデータを再計。駅周辺北方は、古くからの住宅街であり、駅東側には、押上通り商店街が広がっている。駅の西側の成平橋駅貨物ヤード跡地及び、セメント工場跡地などの再開発事業として、東京スカイツリーを中心とする、東京スカイツリータウンがある。 2012年5月の開業以前から、すでに、東京の一大観光スポットになっていた。駅の北側には、東武伊勢崎線の留置線と伊勢崎線、第2号踏切がある。東京スカイツリーの開業後に、道路の交通量が増加することが予想されているため、墨田区ではこの踏切の廃止、高架化を求めている。2012年1月に事業化が決定、近く着手する予定である。 当駅は東武鉄道本社の最寄り駅であり、また2013年までは京成電鉄本社の最寄り駅でもあった。どちらも墨田区押上一丁目に所在していた、当時東武は一丁目一の二、京成は道十から三。東武鉄道本社は、かつては成平橋駅、現東京スカイツリー駅の南側付近に位置していたが、2009年に東駅北方の同車車宅跡地、 当駅 A3、出口付近に新築移転しており、旧本社所在地へは徒歩5分程度である。なお、京成電鉄本社は2013年に、千葉県市川市八幡の京成八幡駅前に移転、跡地には、ホテルと商業店舗がテナントとして入居する、京成押上ビルが建設され2015年12月に開業した。東武鉄道旧本社と、 京成電鉄旧本社の近くには、それぞれ、東武橋、京成京王という名の北実験川に架かる橋がある。最寄りのバス停留所は、B3 出入口付近のロータリーにある、押上駅前と、四爪通りと浅草通りの交差点付近にある、押上の2カ所となる。以下の路線が乗り入れ、東京都交通局と、京成バスにより運行されている。2012年4月1日までは、 路上、都営バスは、旧押上駅前交番付近、墨田区内循環バスは、書店付近にあったが、駅前ロータリーの共用開始とともに、すべての路線の停留所が、駅前ロータリーに移された。四爪通りと浅草通りの交差点にある。B2、または、A2 出入口が資金である。当駅は、京成電鉄、都営地下鉄及び、 東京メトロ、東武鉄道の駅ナンバリングの対象となっていて、京成電鉄の駅番号は、KS45、都営地下鉄浅草線の駅番号は、A、A-20、東京メトロ、半蔵門線の駅番号は、Z、Z-14、東武鉄道の駅番号は、TS03 となっている。それぞれ駅の各種掲示物では、両者が併記されており、京成、 都営側においては5 3 0 0系以外の LED、車内案内表示機で、形成者では、押し上げ、スカイトリ、KS-45、A-20。北走車では、押し上げ、KS-45、A-20。京急車では、押し上げ、A-20、KS-45。いずれも LED 表示の原文のままと両者を、平記して案内している。液晶表示でも、 同様に両車を平気して案内している。一方、東京メトロ、東部側では当初は、東部車と東急車の一部のみが平気に対応しており、押し上げ、スカイトリ、Z-14、TS-03、LED 表示の原文のままと案内していたが、現在は到着して、扉を開くまではそれまで列車が運転していた路線の、ものが、扉を開いてからはこれから列車が直通する路線の、 ものが表示されるように変更された例、東京メトロから東部への直通の場合は扉を開くまでは Z-14 と表示し、開いてからは TS-03 と表示。逆も同様。東部鉄道においては、運賃計算上、当駅は東京スカイツリー駅と同一駅扱いになっている。東部鉄道各駅から東京スカイツリー駅まで有効な乗車券、または、 定期券を所持していれば、当駅でも乗降可能である。なお、東京スカイツリー駅と当駅の間は改札内で行き来することはできない。東部、A 段の押上駅が開業する以前は、A2 出口に、京成押上線、都営浅草線押上駅、成平橋駅、現、東京スカイツリー駅東端式ホームとの乗り換え改札通路が設置されていたが、 半蔵門線の開通を機に2003年3月18日をもって通路が閉鎖され、後になり平橋駅の東端式ホームも撤去された。現在、A に出口の連絡通路後は壁で塞がれている。当駅の運賃表には東京スカイツリー駅までの運賃は記載されていない。京成電鉄と東京都交通局、東京メトロと東武鉄道はそれぞれで 相互直通運転を行っている。ただし、種別については当駅を境に、当該事業者のものに変更となるものが多いため、各事業者ごとに個別に記載する。2016年4月に、国土交通省の交通政策審議会による答申、東京圏における今後の都市鉄道のあり方についてにおいて、当駅に関連する路線が整備対象として挙げられている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。